お久しぶり。お久しぶり。お久しぶりです。何ですかカメラ撮って。YouTube。朝日が眩しいです。車中泊した場所からちょっと移動しました。太陽眩しい、最高の朝日ですよ。昨日雨降ってたのに釣りしてる人もいるね。私の影がおおおお男だぜ。ルフィみたいじゃない。美しい場所ですよ。めっちゃ美しい。うわ朝日がすげえ。ちなみに昨日車中泊した場所はあの辺り、車が1台止まってるんですけど、その辺りで車中泊してました。今日はキャンプイベントがあるので準備して出発したいと思います。トミーアップはキャンピングカーのレンタルしてます。沖縄に来た際にはぜひトミーアップよろしくお願いします。はい、あすごい。いやこの辺の雪がすとかもすごいよ。ほんとね慣れてる。誰かがやってる。めっちゃ可愛いんだけど。めっちゃ可愛い。この七滝はね、一箇所、二箇所、三箇所、四箇所、五箇所、七箇所。七箇所。滝を屈折してるらしいな。それで七滝って言われてる。めっちゃ冷たい？冷たい。そうなんだ。水も綺麗だね。うん、綺麗。上にはちゃんと拝みをするところがあって。いっぱい大谷渡りだこれ。これだな、新芽。これはチャンプル野菜炒めとかにしたら美味しいんですよ。歯応えがあって。味がするわけじゃないんだけどね。ちょっとだけなんだけど入ってもジャングルだよね、うん、これ午前中に来ると涼しくていいね、うんうん、マイナス4がめっちゃいい。野生のパパイヤ絶対植えたんじゃないよね、うん、コーヒーだ、うん、おーすごい。誰か植えてあるのかな。聞こえされてるから植えてるんだよ。チームチームみんなコーヒーがある。これコーヒーの赤い実があるでしょ、うん、あの実を取って干すの、うん、干してその後焙煎するの。そう、その後焙煎。ちっちゃいバナナ。これバナナかな。本当に地上だからあれじゃない。場所なるよ、ね、はい、バナナ
バナナと一緒だから。かわいい。ほら、バナナ。多分これ芭蕉だと思うよ、俺。沖縄の秋のセミが鳴いてる。これハイビスカス？あ、ほんとだ。ピンクのハイビスカス。かわいい。ほら。ピンクのハイビスカス。わかるかな、これで。あ、わかるな。蝶々がめっちゃいっぱい。いや、すごいよね。那覇では見れないもんね、なかなかね、こんなには。全部英語で分からない。あ、違う、カタカナだね。こう名護さんのマンゴーってさ、東村のパイン、元部さんのアセロラ塩、県産品使ってるじゃん。何にしようかな。行ってみましょう。